第3戦スパフランコルシャンで WEC 世界耐久選手権の LMGT3 クラスに参戦するアイアンデイムスに復帰したラヘルフレイは女性ドライバーのみで構成されているチームが最近連続して勝利を逃した後この状況を打破する自信があると考えている6月にフランスで開催されるルマン24時間レースには出場せず ドリアーヌ・パンにシートを譲るものの、第5戦サンパウロからは再び85号車ランボルギー・ニュラカン GT3 エボ2でミシェル・ガッティン、サラボビーとチームを組むことになるフレー。彼女たちのトリオは、今月スパで行われた WEC 第3戦スパでポールポジションを獲得したが、決勝は5位に終わった。アイアン・デイムスは当初4番手でフィニッシュした。 しかし、同レースでクラス2位となった92号車ポルシェ 911GT3R、マンタイテュアレクシングとの接触による5秒加算ペナルティで降格。ポジションを一つ失っている。この結果は、序盤はボビーの構想により優勢だったレースが、 ピットでのタイヤ交換の失敗と長時間の赤旗中断から再開されたレースの終盤に追加の給油作業を要したことでクラス優勝を逃した後にもたらされた WEC とエルムスヨーロピアン・ルマンシリーズの両レースで女性ドライバーだけで構成されるこのチームにとってはさまざまな状況下で力強いパフォーマンスが報われないという厳しいキャンペーンが続いている。 こうした挫折はフレイにも影響したが彼女はチームの実力を主張し続けた。さらに、このスイス人ドライバーはランボルギーニに乗り換えて以来、アイアンデイムスが最強のパフォーマンスを発揮していることをポジティブに捉え、GT3 マシンがまだ学習段階であることを指摘した。私たちは何とか自信を持っていますと語ったフレイ。 私たち全員がうまくやれることを理解しています。ドリアーヌ・パンがホームレースであるル・マンに戻ってきますが、それは素晴らしいことです。チームは最初のシーズンで多くのことを学んだと思います。チームとしては、昨年すでに1シーズン走ったとはいえ、今期から投入されているマシンは新しく、まだ学ぶことがたくさんあります。 レースウィークごとに新しい発見があり、それは私たちのパフォーマンスの向上にも役立ちます。ルマンやスパ24時間など、これから始まる大きなレースに向け、常にポジティブなことです。フレイはさらに、今年序盤のレースでのチームのつまずきについて触れ、度重なる不運を受け入れるのが難しくなってきた、と述べた。 特筆すべきはエルムス開幕戦のバルセロナで、アイアンデイムスの85号車ポルシェ 911GT3R はトップを改装していたが、最後のピットストップでホイールナットに問題が発生しクラス優勝を逃した。また、WEC 第2戦イモラ6時間レースでは、85号車ランボルギーニがスタートで後方から接触されリタイアとなった。 ポジティブになれる複数の要因。これは私たちの仕事の一部であり、スポーツの一部ですとフレイは語る。我々は共に勝ち、共に負けます。スパでは、また一緒に負ける日でしたが、最終的には私たちを強くしてくれました。重要なのは、自分たちが早いこと、お互いに信頼できること、頼り合えることを知っていること。 そして最終的にはチームを信頼できるこ,とですこれまでのレース結果はとても残念ですが少なくとも何が問題なのかは分かっていますそれを解決する必要があるのはもちろんルマンでは今期これまでに起きたミスを最小限に抑えられることを願っています チームメイトのボビーとガッティンは WEC の3レースを終えて LMGT3 ドライバー選手権でランキング9位にとどまっているが、フレイはチームが確実に勢いを増していると指摘し、次戦沼ンでの好成績を期待させるいくつかの要因を挙げた。私たちは学び続け、パッケージ全体の改善に役立つ小さな発見を続けています。 私たちは間違いなく勢いを増しています。これはとても素晴らしいことですし、さらに伸ばすこともできると思います。スパでは、タイヤマネジメントがうまくいきました。気温が下がると、それは私たちに向いてきます。また、ランボルギーには雨のコンディションに強いことも知っています。つまり24時間レース。 特にルマンで起こりうることは私たちに有利になるだけだと思います。彼女たちがルマンでうまくやれると思えば、ルマンに向けてポジティブになることができます。